はい、知っていたら自慢できる大阪駅のポイント一つ目は、水の時計は世界的に有名というお話です。まず最初はこちらのポイント、大阪駅の南口にある水の時計のお話になります。こちらの時計は幅 6.5m、 高さ 4m の空間の中に季節や時間を表現してくれる時計となっております。知る人ぞ知る2018年 CNN が選ぶ世界の美しい時計12選に選ばれた時計なのです。世界の12選に選ばれた時計の中にはね、英国のビッグベン、そしてフィラデルフィアのシティフォールなどがあり、これらと肩を並べているということになります。すごくないですかねこれ。はい、こちらの技術はですね、大阪市の噴水メーカーである株式会社光栄さんの技術らしいですよ。1つ目は CNN が選ぶ世界の美しい時計12選に選ばれた水の時計のご紹介でした。知ってたら自慢ができる大阪のポイント、2つ目は下のタイルは迷路になっているというお話です。こちらは水筋川のね、コンコースです。普通の形になっております。しかしね、 JR 大阪駅の中央のコンコースはなんか変ですよね。そうなんですよね、ここ迷路になってるんですよ。知ってましたか？さすがにね、迷路をしてる人誰一人見たことありませんが、確かに迷路になっております。早朝とかであればね、迷路できるかもしれませんね。誰かやってみてください。ということで、大阪の中央高コースのタイル、実は迷路でしたというお話でした。はい、知ってたら自慢ができる大阪駅のポイント、3つ目は、大阪はね、大阪駅は地盤沈下の歴史であるというお話です。 JR 大阪駅ってやたらこの手の3段ぐらいの階段見かけませんか？これはね、地盤沈下の名残なんだそうです。この辺の地名を梅田と言いますが、昔は湿地帯でこの辺を埋め立てたという歴史があります。そのため大阪駅はね、幾度となく地盤沈下をしてきました。その名残が今でもこのような形で残っているわけでございます。いやー、いろいろと面白いですよね。JR 大阪駅に来たらぜひいろいろと確認してみてくださいね。はい、このチャンネルは旅の情報を発信しております。高評価およびチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。しおみんでした。バイバイ。